お笑いコンビ、良い子の浜口勝、50、南明菜、33、夫婦が8日、都内で行われた、コンタクトレンズの日記者発表会に出席した映像。微笑み合う浜口勝南明菜、9月10日の、コンタクトレンズの日に先駆けて開催された今回のイベント。 7月18日に第一子となる男の子の出産を発表後、初めての公の場となった南は、多くの人々に祝福されたことに、感謝の思いを語った。南、芸能関係の方からもそうですし、街中とかで店員さんとかにも、おめでとうございます、と言ってもらえたりしているので、すごくありがたいなと思っております。 浜口、SNS のコメントものすごいたくさんいただきました。南、約1万件ぐらい、お祝いのコメントをいただきまして、嬉しいです。初めての子育てに戸惑うことが多いという二人。最近になって少しずつ、子供の気持ちがわかるようになってきたそう。 浜口、まず泣いている姿が、なんで泣いているのかがわからなかったりとか、泣くことでしか表現できなかったりとかするので、なんで泣いているんだろうとかって言いながらね。美波、でも最近ようやくこの泣き方はお腹空いているんだなとか、眠いんだなとかっていうのがわかるようになってきたので、ようやく気持ち的に落ち着いたかな。 浜口、木浴とかも生まれる前に習いに行ったりしたんですけれど、実際やってみたら人形とは全然違うので、首の座っていない新生児を小さな湯船につけるというのも、本当に大変で。僕が首を持っていて、秋名が洗って僕が持ち上げてタオルに乗っける作業を二人でやっているんですけれども、持ち上げた瞬間にうちの子は片手だけをあげるんですよ。 そのポーズが、とったど、のポーズに見えまして、アキナ、とったど、やってる、って言っているよね、南は、そうね、って冷静に。早くも浜口にそっくりだという子供の顔にも最近、変化が出てきたという。浜口、生まれたばっかりの頃は僕にそっくりだと思っていたんですけれど、徐々に月日が経つにつれてアキナの部分が少し出てきた。 完全なる奥二重だったんですけれど、最近20になってきたりして、よかったーって祈りながら、頼むからアキナの部分出てきてくれ、って。エコー写真の時点で僕にそっくりだったんですよ。まだ生まれてもないのに、もう,ほうれ霊線あるやんみないな感じで、本当にそっくりだったんですよ。コンタクトレンズのイベントにちなみ、これからの生活でここだけは見逃せない、子供との理想の形を明かした。